この動画を開いたそこの君、さあ恥ずかしがらずにチャンネル登録するんだ。なぜか突然僕もまさきみたいに突っ込みたくなってきたぞ。よーし、今日は突っ込みの修行をするぞ。修行相手にまさきを呼んでおこう。なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。よーほー、我ながらキレのある突っ込みパワーだ。突っ込みパワー53万は言ってたんじゃないかな。こりゃ大爆笑のあまり地球が爆発するレベルだね。よーし、エル、いきなり呼び出すって何の用だ。なんでやねん、何が、何、何、何がなんでやねんなんだよ。お前に呼ばれたからここに来たんだろ。ま、まあいいか。それよりシエル、なんでやねん。だから何がだよ。ま、それで話は変わるんだな。なんでやねん。何、そんなに話が変わるの嫌だったか。ここに来るまでにうまそうなスパゲッティ嫌だったから買ってきてやったぜ。なんでやねん。だから何がやってんだよ。どうしたんだシエル、今日のお前本当におかしいぞ。僕はツッコミの修行をしてたんだよ。あれツッコミだったのかよ。だとしたらお前ツッコミ下手すぎんだよ。え、ムラディフィーは？は？っていうかこの時点でお前ツッコミに向いてねえんだよ。IQ 億千万の僕ならツッコミぐらい温かいバターを切るもんだと思ったのに。お困りのようだね、クソガキ。一体誰だ？提案でい。話はすべて聞かせてもらった。あ、あなたは？え、知恵の知り合いか？知らない人、ガチ不審者じゃん。俺は漫才流ツッコミドラゴン。君も俺に弟子入りすれば、世界一のツッコミパワーを手に入れられるぞ。さあ、この俺の弟子となるのだ。もちろんお前に拒否権などないから、ボインボイン。もしもし警察ですか？頭のいかれた不法侵入者が家でもだえています。なんてやねん。